GUI のゴミ箱のアイコンであくまで例です。ゴミ箱アイコンの図柄は各 GUI により異なります。ゴミ箱は主に GUI デスクトップ上に配置される特殊なアイコンでオペレーティングシステムデスクトップ環境、ファイルマネージャーの不要なファイルを即座に削除するのではなく一時的な対比場所に移動させておき、後に手動あるいは何らかのトリガーで実際に削除を。 行うメカニズムにアクセスするインターフェースである。なお、英語では、Windows のゴミ箱は、リサイクル便 m a c ン i n t o s h のゴミ箱は、トラッシュキャンである。ゴミ箱が単なる削除と異なるのは、実際に削除されるまでは、ファイルの削除を取りやめることができるという点である。これによりご操作による、ファイル消失を防ぐことができるほか、情報という目に見えないものを扱ったファイルを、 実体を持った対象として認識させる心理的な作用も働く。また多くはファイルアイコンをドラッグ操作でゴミ箱へと移動するため操作概念が明確で誤りが起こりにくい。ただ一方でいらないファイルを削除するのにいちいちゴミ箱へ移動するのは面倒だし回収は二度手間という考え方もありショートカットが用意されている場合もある。 マッキントッシュの前身であるリザのオフィスシステム1にはすでにその姿を見ることができる。この時はまだ一度に1セットのファイルしか収めることができず、ファイルを追加すると古い内容が自動的に削除されるようになっていた。ゼロックススターの時点で概念的には存在していたらしいことからデスクトップメタファーとゴミ箱の発生はほぼ同時期と考えられる。ただ、 こちらが実装されたのは1985年のベポイントからでリザが何らかの影響を受けてゴミ箱を導入したのかどうかはよくわからない。1991年にリリースされたシステム7ではゴミ箱を空にオプションをクリックするまではファイルが削除されない仕様に改良された。1990年代には他の多くのデスクトップ環境にもゴミ箱が現れた。 ゴミ箱機能はデスクトップ環境やファイルマネージャーとの連携で実装される。以下に例を示す。GNOME、KDE と ZAFS の実装は FREEDESKTOP.org のゴミ箱仕様に従っていて、この仕様を考慮して書かれたすべてのアプリケーションがどのゴミ箱実装とも相互運用性があるようにしている。MacOS では ファインダー内でファイルを削除すると、そのファイルは、トラーシャスという名前のホルダにコピーされ、利用可能ディスク領域を表示するときには、削除されたファイルによって占められているディスク領域は使用されていると表示される。いくつかの実装では、ファイルシステム的に、ファイルを削除するだけではなく、保存メディア中のデータがあった場所にデータを上書きして、痕跡も消す。 シュレッダー機能が含まれている。MacOS、Windows、GNOME、KDE、やザフスではデスクトップに置かれ、NEXT STEP や MacOS ではドックにある。マッキントッシュのゴミ箱はデスクトップからのオブジェクトの削除という共通点から、ファイルの削除とともにディスクやサーバなどのボリュームのイジェクトという機能も持っている。これは、 マッキントッシュのディスクドライブには通常イジェクトボタンはなくゴミ箱がイジェクト機能に転用されたためである。この点がデスクトップメタファーとして不適切であると批判されていた。現在もマッキントッシュのデスクトップに表示されるドライブにはボタンはないがファインダーのサイドバーには表示される。この他キーボードにイジェクトボタンが付いており、 MacOS に不慣れなユーザーでも分かりやすくなっている。MacOS では、ボリュームをドラッグすると、ドック内のゴミ箱アイコンが三角形の、イジェクトアイコンに変化するように改良されている。他の Windows システム同様に、コンテクストメニューからイジェクト機能を呼び出すことも、可能である。Windows95 にゴミ箱機能が実装された際には、Apple コンピューターとの GUI 絡みの裁判が、 結着したことを背景に、使い勝手の点で進歩していると考えられていた、マッキントッシュに似た機能が実現したとして歓迎された。ブトロンの地味、カリミネットワークでは、ファイルが参照されていることイコールその存在の存続であるため、基本的には、明示的な実味の廃棄というような概念がない。さらに逆に、ちょっとした編集操作などにより、保存しておきたい耳への参照を、 全部消してしまい、削除されてしまうという可能性もあることから、削除を禁止するフラグを設定しておくことで、そのような削除を防ぐことができ、そうしておけば管理ツールから、そのような、どこからも参照されていない地味を探すこともできる。これは、ゴミ箱の機能に近い。なお、参照のループがあると変なことになるが、そういった場合は管理ツールから、 ユニックスの FSCK に類似した操作を実行できる。この機能の実装には OS との連携が必要である。なお、初代のファインダーでは、この操作でイジェクトを行うことはできない。メニューからイジェクトするとディスクアイコンが影のように残るが、このアイコンを消す操作がゴミ箱へのドラッグに該当する。MacOS 進化の系譜、柴田文彦著。 P37 ハットブトロンでは、実味ディスクの残り容量を確保するなどの目的がある場合は、中身を空にする。Create A-Match v i t i n e New Application and the Real World 2020年12月11日閲覧。ありがとうございます。